男子の420第2レースです。男子の420はおとといの大会1日目に1レース消化しています。大会通じての2レース目となっています。男子420は34校46チーム12校が2チーム出しています。男子420の第1レースではやはり霞ヶ浦が強かった。そこを追っていったのが別府商成といった順位でした。第2レースではどうなっているでしょうか。霞ヶ浦は2チーム出していますが、共に優勝候補です。非常に他のチームにとっては強力な陣容となっています。その霞ヶ浦の学校名が見えています。霞ヶ浦は2チーム、そのうちの1チームが池田海人、重松俊、岩永亮太、もう1チームが宇田川亮太郎、鈴木海人、山下宗志郎、早川博人、この名前を聞くだけでも他の高校のチームはなかなか脅威を感じるという名前が揃っています。その霞ヶ浦がやはり見えています。2チームとも見えています。しかしその前を走るチームもいるぞ。第1マーク開講、男子420の大会通じての2レース目、霞ヶ浦に先着するチームは出てくるのでしょうか。それとも霞ヶ浦強さをまた見せるのか。聖林です。地元和歌山の聖林が来ました。岡本拓人、山本慎之介、大谷光輝、森圭次郎のチームがまずトップで第一マークを開講します。地元和歌山聖林がトップ。続いて大阪の清風です。大阪の清風2チーム出していますので、57032の磯部、木下、中村のチームが2位、3位が霞ヶ浦、こちらは池田、重松、岩永のチームです。そして4位に霞ヶ浦、宇田川、鈴木、山下、早川のチームです。5位です。5位が津工業、5位津工業、その後6位で高松工芸、7位別府商成、第1レースは3位でフィニッシュしました。7位で別府商成、8位碧南工科、8位碧南工科の後は9位逗子海星、10位青森工業、その前に逗子海星もう1チーム行っています。11位で青森工業です。12位高松商業、13位津工業、14位唐津東、15位石巻、16位ゼゼ、17位福岡第一、18位でゼゼ、19位で別府商成、20位福岡高校、21位青森工業、22位磯部、23位で広島学院、24位高松、25位海津明星、26位博伊工業、27位宮古、28位慶応義塾、29位稲毛、30位碧南工科、奥に31位土浦日大、31位で広島学院、32位光、33位宮古、34位中村山陽、35位で唐津西、36位で土浦日大、37位奥、38位金光庵、39位
鹿児島商業。40位新港、41位仙台第二、42位聖光、43位高松商業、44位石巻、45位西風、そして小樽水産です。小樽水産が行って、あとは博威工業と光がこれから第一マークを回ります。ここまでトップが地元和歌山の聖林、岡本、山本、大谷、森のチーム。地元聖林が第一マークをトップで回っていった男子420第2レースです。男子420大会通じての2レース目、今日最初のレースです。男子420の最終マーク開講をお伝えします。男子420は先ほどは地元和歌山の聖林がトップで第一マークを回りました。その後順位の変動はあったでしょうか。聖林を追っていたのが西風の磯部、木下、中村のチーム、そして霞ヶ浦の2チームが追っていました。カラフルな虹色のスピンが見えています。これはおなじみ霞ヶ浦のスピン、セールナンバー56189、池田、重松、岩永のチームです。やはり霞ヶ浦が一番大きく見えていますね。霞ヶ浦の56189、そしてもう1チームの54626のセール番号も見えています。白一色のセールスピンセールが霞ヶ浦、その前にいるのも虹色のセール霞ヶ浦のチームです。霞ヶ浦がどうやらこれでワンツーを締めての最終マーク開講になりそうです。トップ霞ヶ浦、56189、池田、重松、岩永のチーム、トップで最終マーク開講。そして2位、同じく霞ヶ浦、その後ろには西風と津工業がいます。霞ヶ浦の選手のライフジャケットには黄色で、ピンクで霞と書いてあるんですね。そしてこちらは青で書いてあるようです。さあ霞ヶ浦が1位2位を占めて最終マークを回っていきました。3位が津工業、4位西風です。そして5位は別府商成、この辺りが上位陣です。さあ最終マークを回りまして、もうフィニッシュラインが近づいてきている。さすがに早い霞ヶ浦、池田、重松、岩永、まもなく青の旗で結ばれたフィニッシュラインへ。池田海斗、重松俊、岩永亮太のチーム、3年生、2年生、1年生、3人のチームです。セールナンバー56189、霞ヶ浦が男子420第2レーストップでのフィニッシュです。第1レースに近い構図になっています。ワンツー、霞ヶ浦が締めています。1位霞ヶ浦、2位も霞ヶ浦、ワンツーフィニッシュを決めました。3位です。手前側津工業、奥に西風、3位争い工業が前に出ています。
津工業3位フィニッシュ、4位セーフ。5位です。5位は別府商生、別府商生の安藤、松葉、筒井、河野のチームです。ここまで霞ヶ浦の2チームがワンツー、その後津工業、清風とフィニッシュして4チーム、5位です。5位で別府商生、男子420第2レースです。5位のフィニッシュ。そして6位、セールナンバー56004、碧南工科です。碧南工科の片壁、杉浦、平沢、西のチーム。これで6位です。7位で高松工芸、山本、多田、千田、万谷のチーム。7位で高松工芸です。8位、逗子海星、逗子海星の斉藤、中川、川田、橋本のチーム。その後もう一チーム、逗子海星が来た。福岡第一の後は広島学院。続々とこの辺りはフィニッシュしていきます。広島学院の後にはゼゼ、博威工業、聖林とやってきました。聖林は第一マークトップで開口と検討しました。地元和歌山の聖林もフィニッシュです。磯部、高松、福岡と続きます。男子の420第2レース、1位2位は霞ヶ浦、3位津工業となっています。その後清風がフィニッシュしていました。高松フィニッシュ。福岡高校、唐津東、青森工業、それから奥は宮古です。その後ろに光、今上空からやや光が差してきています。この大会で初めてです。高松商業、海津明星、そして宮古のもう一チーム、この辺りがだいたい20番台前半です。宮古の後別府商生、碧南工科とフィニッシュ。青森工業とゼゼ、さらには奥が来ました。この辺りがだいたい30位前後です。稲毛、中村山陽、唐津西、博威工業、
工業とフィニッシュしていきます。30位台前半です。慶応義塾、錦江湾、仙台第二、奥に土浦日大、石巻の2チーム続けて入ってきました。あと6チームです。小樽水産、小樽水産の後は新港、高松商業、清風といきます。あと清風がフィニッシュすると2チームです。鹿児島商業、セールナンバー557500、鹿児島商業の井上光也、北山健太、牧口和樹、木田丈志郎のチームです。その後ろには聖光がいます。男子420第2レースのフィニッシュ地点からお送りしています。ワンツーは霞ヶ浦でした。まもなく成功のフィニッシュ。これで全チームのフィニッシュとなりました。男子420第2レース霞ヶ浦がワンツーフィニッシュを決めています。